全然です。ちょっと何かありましたらこちらまで問い合わせていただければいつでも出動します。あのユニットね。今日はヒンスのいろんな商品と、もともとあった商品と新発売の新商品を混ぜながら、あのどうして夏美と渚を WN を誘ったかというと、あえてのそう N 縛りにしたんだけど、あの夏美はすごい普段からすごいメイクが上手っていうか、まあ肌とかもめっちゃ綺麗だし、メイキャップ映えする顔じゃないですか。で、渚は渚でメイキャップアーティストなので、で私あんまりメイク割と雑なんですよ。なので渚にメイクしてもらったりしないとちょっとうまく説明ができなかったらどうしようと思ったので、この2人をお招きしました。よろしくお願いします。お願いします。イエイ。夏美ちゃん今日どれ使ってるの？ベースコート。この種類の家にあるやつを使いました。どれだろう、ね、これめっちゃいいよね。セカンドスキン、これめっちゃ好きです。あのリアルに今日合わせたんじゃなくて毎日これなんですか？もういつも使ってます、はい、これもめちゃくちゃ使ったことあって、うん、触り心地も好きなんですけど、うん、こういう風に伸ばす、はい、ケアができないタイプで洗ってない。わかる、うん、洗えない人はブラシ使わない方がいいです。そうですね、はい、汚いブラシぐらいなら手の方がいい。手の方がいいです。手派ですね。手派。私も手派です。あ、手派なんですか？手派です。自分にはそれ下地でプライマー、そうなんですね。ハイドレーティングプライマーってことは潤う。本当にみずみずしくて、ね、ハイドレーティングって書いてるの、気になる。肌が均一になるやつ、ね、あ、じゃあ私これ塗る。オッケー。今回この新しい下地が出たんですよね。こちらのセカンスキントーンアップベースが発売になりました。これは色が、3色あるんですけど、はい、赤みさんはグリーンがおすすめで、じゃあ私だ。透明感増したいって人はラベンダーがおすすめです。夏美だ。ピーチは結晶な顔色を。あ、じゃあ私これ、私もこれ。これ血色感出したい人はピーチがおすすめです。なんなら透明感も出したい。これをまずつけます。ありがとうございます。これハンガーのせました。あ、すごいツヤツヤヘルシー。本当だ。おお、違う、伝わるかな。違う。ここにキラキラキラーって乗せといて。そう。乗せるときは潤いたい場所とかハイライトゾーンにまずは乗せて、それをちゃんとフェイスラインに向かって伸ばしていくんだけど、まんべんなく塗るっていうのがポイント、うん、ここが伸びてないとファンデーションここでスタックする、あの固まっちゃうのね。そしてじゃあロドさん、赤みがね、ここが気になるから、このほっぺたのとこ、はい、この緑のこの感じ、はい、赤みのとこだけ戸花とかね、三角ゾーン伸ばして、あとはそれもうリブに残ってるか残ってないかを周りに広げるっていう、すると結構肌が暗い人でも赤みだけ上手に消えて全体真っ白になりすぎないから、あと顎先とかこの T ゾーンもね、ちょっと高くしておくと伸ばしていく。それが大事なんですね。それが大事です。それが一番大事。そしてファンデーションね。あ、これ振るんですか？あのね、液体物はめっちゃ振ったことない。液体物はね、あの買いたてじゃない限り、はい、どんどん油分と水分が分離していくから、ムラの原因になります。今日帰ったら振ります。明日塗る前にね。そうですね。綺麗。ヒンスっていつからあるブランドなの？ヒンスってシンス？シンスは私のネタです。シンス知らないけど夫婦はやってましたって人が言ってた。わざわざホームページアカウント作るってこと？作ったりとか。付き合ったら夫婦って言うんだって、はい、名字になる。名字になるんです。昔すごいね、ラブラブのカップルがいて、今絶対できないんだけど、うん、もう高校生だよ。高校生の時に銀行口座作って2人名義の。え？で、あの貯金してるカップルいたの。高校生でですか？高校生で。レベル高っ。でもね、今絶対作れないんだけど。作ってた人コメントしてもらわなくて大丈夫ですか？え、いるかな。相当いるで、多分1%ぐらいだと思うんだけど。ちなみにヒンさん2019年、シンス2019、シンス、ヒンスのシンス。日本だとまだオンラインのみなので一部取り扱いですね、うん。ホットコスメとかにね、うん、なんか期間限定でやってましたよね、うん、でも、もうお見せできるといいね。欲しいですね。韓国には路面店ある？路面店あります。すごい素敵な、絶対可愛いよね、内装とか。アートギャラリーみたいな。韓国行きたいね。めっちゃ行きたいです、
なんかめっちゃ早朝から並んでるんです。シンスさんお待ちしてます。はい、行きました。はい、メイクさんの前で自分でメイクするのめっちゃ恥ずかしいんですけど。なんで？メイクさんじゃないと思ったら大丈夫。なぎさ、ユーチューバーです。ユーチューバーなぎさです。ハイライターです。で、夏美ちゃんがいつも使ってるのはライトの方。これって今のタイミングでするのがもう正解ですか？マスクにつきたくないとき、これ私はこれを塗った後にパウダーを上からしてもなお内側から発光するから、これの後にパウダーしてもいいし、でももうちょっとキラキラツヤツヤに見せたいって人は最後にこれで仕上げる、うん、私最後派です。普段通りだったらこの辺にこの骨のある高いところに入れて、うん、まあまあいきます、うんうん、なんかやっぱ慣れてる人なんか、うん、マスクがここぐらいまであるじゃないですか、うんうん、ってなった時にここの高くてマスクからはみ出る部分に必ず残したいから、うん、結構高めにやるのと、うん、この細かいところはね、はい、唇の上に山を作って、うん、でもあと顎とこことかもやるかも。このあ眉毛の、ね、眉毛のこの高い端とここもやったりします。すごいね、お風呂上がりの真似していい。私結構テカテカしたいんですよ。わかる。私でもこっちにしようかな。え、こっちでどう違うんですか？パールが入ってるか入ってないか。私パールがあるとでもよりナチュラルってことですか？でもね、このパール本当にすごいナチュラルだから、はい、私今つけてるんだけどギラギラしてないでしょ、っていうぐらい映える。映えるツヤ。え、これ本当に映えます。てかこれ使ってたら大体聞かれる人に。なんかこの手のタイプいろんなブランド買われてるじゃないですか。私完全に品質派なんですけど。あ、すごい進んでるね。あ、ツヤってる。いいね、いいね。よりなんかナチュラルにみずみずしくしたい人はクリアだね、うんうん、はい、うん、じゃあ新商品のこちらの製品はニューディップスアイシャドウ。マットとパールとっていろんな質感があるんですけど、うん、今回はマットと、マットあとはこれがパールだ、スパークリングのグリッターが入ってるもの。え、私これベースとかに使ったりします。あ、じゃあアイシャドウのベースとして使えばいいと。なんか最初にまずこれしたりとかもしたりする、うん、アイシャドウとして、うん、でもあのヒンスの製品はあの使い方はあのとらわれずっていうところがあるので、はい、でもじゃあ目につけてみよう、はい、ちなみにこれ私今日塗りました先ほど。え、やはりピンクのラメってるって思いました。これです。あ、思ったよりしっかり発色がする。はい、そのイエローベージュがすごい似合うと思う肌に。あ、そういう感じなんだ。え、かわいい。ちょっと広めで大丈夫ですか？うん、かわいい。なんかね、肌がすごい。あ、かわいい。めっちゃかわいい。そうそう、おしゃれに見える、ね、しかも見えます。黄色いベージュの方なのにちょっと赤みを感じるね。ピーチが仕込まれてるイエローベージュなので。あ、そうか。あ、そうなんですか。奥にピーチがいるんだ、すごい。どうですか？可愛い。もうなんか一色でおしゃれかも。しかもそのマット感、ね、おしゃれ、うん、量を少なくすれば。やっちゃった。やっちゃった。可愛い。でもめっちゃ薄くしました。可愛い可愛い。上より上手上手。そうそう、でね、夏美上手だよね、絶対。やってるとこ見たことないけど、うん、うまいんだろうなって思った。本当ですか？上手よ。本当ですか？嬉しい。YouTuber なぎささんに言われて。じゃあ私はこの2色で、はい、なぎさにやってみてもらおうか、はい、なんていう色？こっち。アットザモーメント。アットザモーメント、はい、そちらはインミットサマーで、私が8月ってことだね。アットザモーメント。今違うか、今7月ってことだね。今でしょ。今でしょ。いや、私が真ん中に乗せて左右に広げていきますが、こんな感じ、うんうんうん、で、ちょっともうちょっと馴染ませたいなっていう時は指で動かします、うんうんうん、いつもメイクしないから緊張するなみたいな人でも使いやすい色だと思う。こっちの方がもしかしたら自然なの？自然。肌のトーンにはこっちの方が、あ、あ、うん、アットザモーメントの方が、うんうん、え、ドドさんこれラメ言っていいの？うん、Be my アリュール。私のアリュールになってを載せますね。、はい、そんなこと言う？自分で言っていきましょう。言ってく？え、うん、相手に言うんだよきっと。だから言うって。この際だけに私を魅了してとか、そういう意味魅了して、うん、私を魅了してだね、うん、え、私をがっかりさせない、がっかりさせないでの真逆ってこと？虜にしてとか、虜にして、うん、私にハマってってこと？はい、
感じでね。可愛いです。薄付きにしてくれてる私の。ドドさん仕様になってます。気を使って。細く細く。二重幅の間にチラッと出た時がめっちゃ可愛いです。そうなの。まばたきの時。際に見える。うんうんうん。入れ方です、うん、このやり方は私もやりたいです。家でどうぞ。もう家で、うん、005番ニュービギニングです、はい、こちら一旦これでその上にラメ目頭からスタートしてちょっと中央に向けて映ってますよふぬけみたいな顔してない目頭からスタートして、うん多分ね、色白さんがすごいね合うよね、映えるよね。そう次何しようかなってってラメいや、そうやって重ねまくるんだね。重ねまくりスティなんだね。なんか重ねまくりスティした方が新しい発見があるの。なんかこのこれとこれめっちゃ可愛いみたいな。これは一番のパレット こちら。じゃあ私もちょっと真似して大粒のラメ。えラメいくの最初に、うん、じゃあこのねキラキラ私はちょっと人綿棒でやるの人様にやるから上向いてください。じゃ私はこれやれます急に、はい、むず大粒の雨は気をつけてね。あ指でもいいよ。指の方が自分だとやりやすいかも。あついてるついてる、はい、お子さんかわいい。いいじゃん。かわいいかわいいかわいい。ラメの粒がね結構ヒンスのは大粒と小粒とこうまばらにいろいろ入ってて、それもなんか奥行き感とか立体感が出るからきらめいた時に大きい同じ大きさなめじゃないっていうのがめっちゃ可愛いの。えめっちゃ可愛いです。可愛いでしょ、はい、これテンション上がりますね。テンションぶち上げぶち上げいい上手上手。テラ2番ですの真ん中のラメ。どうぞは目尻にアイラインとかいりますか。いりますかいつもマスカラは必ず使います。アイラインはその日の気分次第。パキッとしたオレンジとかじゃなくてちょっとベージュだったりクリーミーな感じがめっちゃ可愛い。あ可愛 い。どれがいい。確かにくすみがある。じゃあ私はインラインで緑を。緑はい、ね、緑も可愛いと思いました。緑も可愛い。緑かベージュが大人っぽいなと思いました。ドドは緑でいきますね。アイラインとマスカラ。あマスカラ先なの。うん、みんなマスカラ先、あ、アイライン先って人？マスカラです。あのその理由はまつげでマスカラが伸びるでしょ、うん、そうすると目の印象が変わるの、うん、そこにアイラインを合わせていく感じが好きなのね。え、なんか目尻の伸び具合がどこまでかによってそのキャットラインの具合を調整したい。そうなのよ。だからマスカラが先なんですね私たち。そうですね。ダブル N N N ちょっとできない。ちょっと待って行こうか。はい、じゃあ D は何も知りませんでした。D 逆です。N D N N D N です。何かありましたらこちらまで問い合わせていただければいつでも出動します。あのユニットね。元にねつけますね、はい。私も同時にやっちゃっていいですか。はいどうぞ。じゃあアイラインが挑戦。ジョバは黒なの？黒です。うん、じゃあいつものジョバで、はい、アイラインが挑戦なのでじゃあ黒にします、はい、うん、韓国といえばソルソルオイルあるじゃん、うんうんうん、みんな大好き、うん、あれをね入荷したら連絡みたいな、うん、LINE あの違う G メールに来るように設定してるの、うんうんうん、なのにもうその日に買わないと、うん、その G メールを気づくのを1日でもずれるともう売り切れ売り切れてるんだ。すごいね。昨日やっとそれが3回見逃して4回目にしてやっと変えた。これ何ですか。私ごまオイルなんだけど。あそうなんですね。ごま油ってこと。そうごま油。そう料理に使う。立体ラインで引く時ってすごい難しいんですよインサイドを、はい、でポイントは寝かせるんですね、はい、で筆を寝かせてこういう感じでおっしゃってるようにちょっとだけ動かしていくの、こういう感じでちょっとだけ動かしていくので、さっき置いたところを半分ぐらい重ねて置き始めてっていう感じをこうやってて、目尻とかは揚げじゃない？揚げ。いや私めっちゃ塗っちゃうんですよ。ね、そんなんしてたっけ。この前も会った時そんな目してたっけ。してます。ファイバーも入ってるんで。めっちゃ伸びました。綺麗だね。はい。インライン可愛いね。めっちゃか、めっちゃ可愛いです。インラインの緑ありだね。めっちゃ可愛い。え、うん、ちょっとはい、はい、私も緑がしたくなっちゃいました。インライン。インラインやんな。やるだ。じゃあ倉科シーンにもインラインの緑してみる。あいいです。3人で比べてみましょう。あじゃああれにする？しんちゃん。する？
でもしんちゃんもこれ塗るって聞いてる。あ、ちょっとあのブランドの記憶があるんで目はね、ちょっとごめんなさい、記憶が入ってる。目だけ肌はちょっとまだ空いてる。眉毛 OK 眉毛ちょっと目に入れてます、自分は。すいません。じゃあ肌にアイラインで伸ばして緑にしていい。あ、それあの個人的に NG です。一気にまとめないでバラバラで頼むはどうする？何する？適当にですか、うん、グレーブラウン2番の、はい、これめちゃめちゃ大好きで、私も全然まだ探してない。みんなもね、ブドウも使ってるよね。例えば読み上げて。ヘルシー料理、タイ料理、和食サラダ、寿司、韓国料理、コンビニ、ホットドッグ、和菓子、サンドイッチ、イタリア料理、ピッツァ、ベジタリアン、ラーメン、ね、もうちょっと。できた。普通のタラコがいい、はい、普通のタラコありますね。どんだけ来るみたいな。それだ、誰がどっちの。夏美がこっちです、はい、私ヒンスのね、このね、うん、チークが本当にすごいと思う。ナチュラルにね、発色するんですよ、うんうん、で、肌が本当に綺麗に見えるの。うん、もう超ツヤ。めっちゃナチュラル。ね、はい、そうなのよ。月がさ、すごいさ、ドバッとつかないから、え、思いました。ちょっと、わかります？さりげないんですよ、本当に。結構重ねたんだけど、うん、これもツヤが出ます。すごいね、ツヤが出て。ブドさん、あんまりチークがね、得意ではないんですけど、そんな方でもさりげなく血色感を感じれるカラーとなっております。これも日本語。あ、私これかも。かわいい。でもドドさんっぽい。これは日本限定色。これ、うん、かわいい。馴染むでしょ。オレンジっぽいんですか。オレンジブラウンみたいな。これは自分で塗りますね。7番。私日本限定色です。10番です。それでもかわいいと思う。こっちもいいですね、うん、君のメイクしてるから。じゃあこれにします。はい、ハーモニアス003番。はい、そこからちょっと修正しましょうか、うん、それリップブラシなんだ。違うんだけど、アイシャドウブラシでふわっと整えてあげると韓国風になるのよ。へぇ、輪郭整えます。ぼかすってことですか。ぼかすってこと、そう。へぇ、こういう風に。どうだっけ、興味ないくせに。いや、あるんです。あ、でもすごいすごい、綺麗。それ洗わなきゃいけなくないですか、また。そうだね、洗って、うん。あ、一回か洗うの。あ、一回、あの、自分だけにしか使わないんだったら、例えばこうウェットティッシュとかでその都度拭いとけば、うん、で例えば1週間に1回とか洗浄する。あれ、なくなった。あ、かわいいかわいい。その色合うと思ってた。で、一回薄くしたら、うん、この内側だけもう一回ね、こうやってのせるのよ、うん、で、どうぞ、そのままね。あと、このリップ2色使いもおすすめです。あ、へえ。ちょっと内側だけ濃くしたら、あ、じゃあここに、はい、私が今この塗ってる色を重ねてみます、うんうん、重ね塗りですか。はい、ポンポンポンと重ねて。ロゾさんは完成じゃない。完成、上のボリュームを作りたいんですよ、はい、うん、あ、じゃあもうね、これでやってみて。ちょっとここに置きまして、はい、置いたら、このアイシャドウブラシを使ってちょっとずつ上にね、攻めていくの。ちょっとずつ下から上に持ち上げるように。そして最後にちょっと下のところをね、内側だけこうね、やっぱグラデ一色でもグラデーションって作ってあげると立体的に見えるから、ちょっと濃くしてみる、この内側だけ。はい、どう、さっきより高くなったかな。なりました、すごっ。はい、最後にですね、ネイルも発売になるのでご紹介させていただきます。これは限定リミテッドカラーです。うーん、めっちゃ可愛い。可愛い。これはなんか重ね付けすると可愛いとかそういう系ですか。一色売りもしますし、3色の場合はお安くなっております、うん、お得に。しかも筆がついてる。で、なぎちゃんが今この色をしてくれてるのかな。シエスタ、名前。昼寝。
ネイル可愛いんだよ、マジで。可愛い。3色のこのセットを買うと、実は現品の 13% オフになってるみたいなので、うん、セットで気になる方はセットをお送りします。3580円。え、いいね。今日使ったものは概要欄に記載しておきますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。さらに6月20日の12時から7月17日までの間は公式オンラインでいろいろな、お得なプロモーションを行ってるみたいなので、ぜひサイトチェックしてみてください。ありがとうございました。なんかメイク久しぶりにしましたが楽しかったです。よかった品質顔になったら全員、確かに全員ね、品質顔、品質顔 NTN ちょっと待って、合ってます、合ってる、合ってます、合ってる、合ってます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。